えーどうもお疲れ様です。5月22日水曜日朝6時の相場解説になります。まず、冷やしを見ていただいてますけども、冷やしは上昇トレンドのままですね。えー、伸びていって、一旦押し目を作って、下からまたぐっと上に伸びてますね。で、こちらの方が陰線で確定してますけども、実体がほとんどなくって、上、下とヒゲが出ていますね。 特に材料はありませんでしたのでここは一旦調整が入ったものだと思います、えー、ここからねもう人たち下の方に行くかもしれませんけどもでもやっぱり上昇トレンドに回復していくっていうふうに見ることができますで4時間4時間ですけどもこれが移動平均線にぶつかってきましたね、えー、ですのでこちら天井に触れて一旦理覚などが入ったところだと思いますけども ま、これによって今ね、あの、横ばいの可能性が出てきたわけなんですよで。横ばいになるとどういうことになるかっていうと、移動平均線とローソク足が、こう、こんがらがって絡み合ってね、ともすれば真横に進むようにも見えてきます。そうなった場合は、ボラティティがかなり小さくなるんで、レンジインレンジみたいな形になったりしますね。で、そこに注意していきましょう。ただ、依然として、時間軸は上昇トレンドですから、1時間軸も、これ、 回復して移動平均線の上にロうソク足が出る。この可能性が大いにあると思いますね。はい、それで天井、もう一回おさらいしますと、ここにあります。そしてこれは、こちらの方から続いているものが、降りてきて、伸びた結果、ここで止まってるよってことですから、まあ、ここで横ばいがもう一回入るのかなっていう風な、そんなね、えー、ことにはなるかと思いますね。横ばいは実体で、 下の方をここに引いたりとかね実体でこちらの方を横に引いたりとかもできますでそうするとひげの余力がこことここにぴったり出るわけなんですよねでまだこの横ばいっていうのは考えなくてもいいんですけどもその可能性が出てきたよみたいには思いながら上昇トレンドで今日3日目を攻めていければなっていうところですね で今ねポジションを持ちましょうみたいな話にはなりませんけども、まあ、私の場合はリスクを取ってここから移動平均線の上にねロうソク足が出ると踏んでエントリーをするかなっていうふうにも思いますうんただそこまでリスクの負えない方っていうのは上昇トレンドになるまでつまりは移動平均線の上にこの1時間でのロうソク足が顔を出してそして4時間の支配並みがもう一回4時間いきますよ 4時間が移動平均線に跳ね返されて上の方に伸び始めた時に倍でエントリーすればいいんじゃないですか。そのぐらいは今日待てると思いますので。そういうふうにしていきましょう。えそして、月火、水、3日間によって上昇トレンドを作ってきて、昨日届いて利益はね、十分出したと思いますけども、今日は利益が出ない可能性もあります。それは横ばいの可能性が出てきたからなんですよ。ですんで、え深揚げは禁物で、なるべく早くね、えー、こちらの方を利覚して、 もしくは、まあ、考えにくいことなんですけども、ロスカットを入れて、あとはね、明日の相場を待つっていうふうな形にしたいと思います。それでは以上です。FX 折り紙の方は、まだ追加放送をお送りしますけども、そんなに今日は回数多くないと思います。それでは。